皆さんこんばんは。小夏のお休みラジオの時間です。今回で第2回目となります。第1回目に続いて、見てくださっている方、聞いてくださっている方、ありがとうございます。不定期で放送しているラジオなんですけれども、2回目はちょっとバタバタしちゃって期間が空いてしまいましたが、お待たせいたしました。でですね、2回目にしてというか、今現在撮ってる時点で、まだ第1回目しかアップされてないんですけれども、登録者数様がですね、チャンネルの方の、1220人、超えておりました。いや、すごくびっくりしました。皆さんありがとうございます。だんだん、小夏のお休みラジオ、今回も始めていこうと思います。今回のお相手も小夏です。よろしくお願いします。1回目の放送がすごい私の想像を超えるくらいの反響があったので、未だにびっくりしております。本当にちゃんとっていうか聞きながら寝ましたっていう方もたくさんおられたので、嬉しかったです。ありがとうございます。それでね、今第2回目のラジオがちょっと遅くなったのはね、カメラの調子もちょっと悪くって、今これね、撮り直し3回目くらいなんですけど、1回目2回目も撮ってる途中にちょっとおかしくって、んでパソコンとかで見たらなんかね、間が抜けてたりね、撮れてないところがあったり、ちょっと怪奇現象が起きちゃったので、3回目やっと大丈夫かな、撮れてるかな、大丈夫かな。はい、ということで、さっきも30分40分ぐらいかな、ずっと喋ってカメラの異変に気づいたので、またこれから40分ぐらい喋ると思いますが、皆さんお付き合いください。今度こそ大丈夫か。はい、ということでですね、はい、ということでっていっぱい言うね私。今日の内容紹介に参ります。まずは小夏クイズの答え合わせ、そして次は、小夏の早口言葉、そして次は小夏のコメントピックアップ、そして、小夏クイズからの最後に、皆さんお待ちかねの小夏の占いカウントダウンです。本当に前回よりも盛りだくさんで今日はやってみようと思います。話し下手な小夏があーだこうだ言うラジオ、ではでは始まります。まずはこのコーナーっていうか、小夏のクイズの答え合わせです。前回の、第1回目の放送で私は最後にクイズを出しておりました。そのクイズの内容がこんな風に、私の今前にコップが置いてあるんですけど、そのコップの中の飲み物は何っていう、何を飲んでいたでしょうっていう問題だったんですけれども、その答えですね、発表したいと思います。で、発表の前にですね、たくさん答えをいただいてるんですけど、ちょっと見てみますね。 YouTube の方で結構蜂蜜、かりんの蜂蜜漬けっていう答えが多かったですね。私が動画で登場してるよっていうのも言ったからね。いいちこっていうのもある。いいちこの CM 私好きだな。なんかちょっとね、見ててドキドキするよねあとはね、そうそう、
あとコーヒーだね。私結構コーヒーが好きで、あのミルク入れたりとかも、ブラックでも全然どっちでも好きなんですけど、コーヒーじゃないんだよな。グリーンティーでもないんだよね。いっぱいいろんな香人の名水、そうだね、出てきたね。いろいろコメントいただいてるんですよね。正解者もおられますよ。あ、ルイボスティーだねっていう声もあります。ちなみに今コップの中に入っているのはルイボスティーです。おお、正解者おられましたね。それでは、あ、ぶどうジュースっていうのもありますね。お茶、ほうじ茶。じゃあ正解を発表したいと思います。正解は牛乳です。正解者の方おめでとうございます。普通に冷蔵庫の中に、まあ冷蔵庫開けたら牛乳があったっていうのと、あとホットミルクだったんですよ本当は。で、牛乳をホットにして、まあ電子レンジでピンしてから、温まった状態でカメラをセットして、マイクもセットして、全部セットしてから、まあ喋って飲んだらホットじゃなくなってたんですよね。不思議。冷たかったけんね結構時間が経ってたんだね。ということで牛乳でしたっていう感じで、このコーナーは終わりますね。また最後に次のクイズも出そうと思うので、最後まで聞いてください。あ、途中で寝ても全然いいので、お子さん用に、お子さん用にせんといけんね。あんまりうるさくしたらいけんね。もう寝てる人もいるかもしれないからね。それじゃあ次のコーナーに行きますね。次のコーナーは、うるさくしちゃいけんって言ったけど、早口言葉のコーナーに参ります。はい、早口言葉2つ今用意しておりまして、1個はね、私がこの間の動画で言ってた、あの山を散策した時に栗の殻がささに刺さっとるっていう言葉がすごく言いづらかったので、早口言葉になるかなと思ってこちらで言おうと思います。レベル2ぐらいだよねきっとね。多分普通に言えるんじゃないかな。栗の殻が笹に刺さっとる。ちょっと作業というか差がいっぱいあるからね。いきます。栗の殻が笹に刺さっとる。うん、まあ、いい感じなんじゃない。栗の殻が笹に刺さっとる。うん、これ早口なのかな。今目閉じて言ってたけど、これまあちょっとレベル低すぎたね。なのでもう一個レベル200ぐらいのやつを、発見したので、それを次は読みたいと思います。それはね、インスタグラムで見つけたんですよ。私が尊敬しているというか、そのすごく YouTube でラジオもしている本当のアナウンサーの方がおられて、今文化放送かな、前は BSS のラジオにされてたんですけど、今文化放送におられる方のインスタグラムで発見した早口言葉です。山田幹俊アナウンサーなんですけどね、すごい20秒くらいだって、すごい長文の早口言葉を
言っておられて、いやすごいと思って、私も挑戦したいと思います。では、原稿を読みますね。一度、アメリカのマサチューセッツ州で新春シャンション歌手の新春シャンションショーが行われ、老若男女が炙りカルビを食べながら見守りました。旅客機に乗って訪れたという右耳に耳ニキビを作った男性は、ちっちゃいニキビってことか、炙りカルビだけではなく、生ナマズ、生ナマコ、生ナメコや、しし鍋、しし汁、しししちゅうも食べたいと話していました。欲張りだな。その後、新設診察室視察なども行われ、翌日、究極高級航空機で九州空港へと帰ったということです。ああ、九州の人だったんですね。右耳にミニニキビを作った男性は、九州の人でした。はい。ということで、読みましょうか。ちょっと、言えるかな？これ、すっごい難しいと思うんだけど、そのアナウンサーの方は、山田アナウンサーはね、すんなりと言ってたからね、すごいと思う。今すごい手汗をかいている。じゃあ、いきますね。アメリカのマサチューセッツ州で新春シャンション歌手の新春歌唱ショーが行われ、老若男女が炙りカルビを食べながら見守りました。旅客機に乗って訪れたという右耳にミニニキビを作った男性は、炙りカルビだけではなく、生ナマズ、生ナマコ、生ナメコやしし鍋、しし汁、しししちゅうも食べたいと話していました。その後、診察室、視察なども行われ、翌日、究極高級航空機で九州空港へと帰ったということです。以上、こなずでした。これは、アナウンサーになれないや。ラジオのパーソナリティにもなれないね、これね。いやー、難しい。ちょっと、言ってみてよ。マサチューセッツ州もすごい言いづらいのにね。今言えてたかな。究極高級航空機乗ってみたいですね。そんな感じでレベル200、ちょっとこれはすんなり言えるようになるまで練習しようかなと思います。他にもその言ってほしい言葉っていうかあれば、あのコメント欄でどしどし、お待ちしております。どしどしご応募ください。なんて言っていいかわからんぞ。コメントいただけたらと思います。そして次のコーナーいきますね。次のコーナーは小夏のコメントピックアップです。ピックアップっていうのは、その以前コメントいただいた中から気になったコメントをピックアップしてお話しするっていうコーナーになります。このコーナーはね。で、今回ピックアップしたのは ASMR って何？ ASMR って何？っていう、コメントがありまして、そうじゃん、私説明してないなと思って、しかも自分でもよく知らなかったので、ちゃんとウィキペディア様に聞いてみました。調べたものをそのまま読もうと思います。ウィキペディア様によるとですね、 ASMR は人が聴覚や視覚への刺激によって感じる心地よい、脳がゾワゾワするといった反応、感覚。正式および一般的な日本語訳は今のところ存在しないが、直訳すると自律感覚絶頂反応となる。自律感覚絶頂反応ね。ちょっとすごい、生まれて初めて言った言葉だよ。それで読み方、
ASMR って私は言ってるけど、他にも読み方があるみたいで、他にはですね、朝村、朝マー、ASMR、アスマー、アズマー、いやー、アムラーみたいだね。すごい。ってことは、私のこのチャンネルの題名、コナツプラス、違った、コナツラジオプラス ASMR が、コナツラジオプラスアズマーでもいいってことだね。面白いね、なんかアズマー。皆さんもいろんな名前で、うん、どれでもいいんじゃないかな、読んでもらっていいですよ。私のラジオのチャンネルの名前ね、アスマーでもアサマーでもいいけんね。まあ脳がゾワゾワする反応っていうことなので、リスナーさんの脳をゾワゾワさせれるようにこの夏は頑張りますね。ゾワゾワして自律感覚絶頂反応だって。でその言葉もう忘れられないわ。すごいね。ということでですね、あ、今の時間、本当の今の時間を言おうか。今ね、夜中の12時44分です。夜中だ、だけんこんなに静かなんだね。なんかルイボスティーを飲みます。美味しい、いつもの味。もう一個、今日はね、前回はポタポタ焼きだったんですけど、今回はなんとこの私が今マイクの前にあるコップの横の鍋敷きの下にある、ここにちょっとお菓子を隠してました。ちなみにこの鍋敷きなんですけど、これは私が何年前だったっけな、インフルエンザにかかった時にもう本当にどこにも行けなくて、部屋からも出られなくて、んでそれで暇で暇で暇すぎて、編み物をずっとしてたんですけど、なんかその綺麗に四角ができなくって、ずっと丸を編んでたら鍋敷きができました。それを今でもね、ずっと使ってます。思い入れがある、インフルエンザの時の鍋敷きの下にあったのは、じゃん、シゲキックスの、これは酸っぱいやつですね。目覚める酸っぱさ、極刺激レモンって書いてあります。激刺激キックスって書いてあるわ。これをね、あのリスナーさんからいただきましたので食べようと思います。目覚める酸っぱさを夜中にいただきます。もうこれはもう見ただけでよだれが出る。で、刺激キックスって普通さ、三角の山のやつだと思うじゃん。これね、なんか特殊でさ、ぺったんこのやつなんだ。丸い円盤のぺったんこのやつ。あ、なんか特別感あって酸っぱそう。いただきます。これは、うん、あ、これはすごいね。これはやばい、声が出なくなる、これ。
えるならね、そう、これも食レポをしますね。ちょっと待ってね。はい、ちょっと外側の酸っぱいパウダーが取れたので食レポをしようと思います。このね、酸っぱさを例えるとね、あの唐揚げのあの上についてくるレモンがあるじゃん、そのレモンを、唐揚げの皿5皿分ぐらいのレモンを集めて一気に口に入れられたぐらいの酸っぱさです。多分例えばいい感じなんじゃないかな。体験したい方はシゲキックスを食べてみるか、唐揚げ5皿分のレモンを一気に口の中に入れてみてください。なんか目が覚めたぞ。じゃあ口の中にまだちょっとヒゲキックスがあるけど話すね。次のコーナーに行こうと思います。続いてのコーナーはこのクイズです。イエーイ。今回のクイズなんですけどね、今回はね、ずっと考えちゃってさ、何をクイズしたらいいかなってずっと思っちゃったんですけど、いいのがあったよ。わかるかな？問題です。私が小さい頃にしていた遊びは何でしょう？なんか2回言った感じがラジオっぽかったね。はい、ヒントはやってることはね、大体今とあんまり変わってない感じですかね。それはよく親によく言われるので、うん、思い出したら同じようなこと今もしとるなぁと思いますね。よくあれだね、これ結構なヒントになるかもな。分かった方はコメントでいただけたらと思います。いろんなクイズの回答お待ちしております。正解者の方は、皆さんにおめでとうの言葉を言います。はい、最後のコーナーに参りますね。最後のコーナーになっちゃった。でもなんかちょっとまだ物足りない感じがするよね。ちょっとじゃあフリートークといきましょうか。皆さんのコメントの中で結構あれなんですよ、長い間移動中とかに聞いてくださる方も多いんですよね。仕事中とか、長距離のトラックのドライバーさんとかもいるので、結構ね、長い間なるべくお話できたらなと思うんですけどね、なかなかね、話ベタなので持つかなって感じなんだけど、なんかね、お話あれだね、もうちょっとで夏になるから怖い話とかもできるね。怖い話って、でも寝る前にしたら怖くなって寝れなくなっちゃうかもしれないしね。心霊系とか、私は特に、そうだな、あんまり怖いっていうよりは、若干見える体質でもあるので、あ、いたわ、ぐらいで、あれなんですけどね、恐怖体験は、そんなにないかな。なんか見えてしまっても
あおばあさんいるとかその程度なので。でもね、ちょっとカメラがね、怪奇現象起きたのはちょっと困ったけんね、並んでほしいな。まあどんな話をしようかは、こんな話してほしいっていうのもあれば、お答えもしようと思いますし、またいろんな話はしていこうと思います。ゆっくり聞いてください。なんか何か言おうと思ったんだけどね、忘れちゃった。このグダグダな感じでいいのかな。今皆さんのじゃあコメントをバッと見ておりますか。そう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 、結構水亀座の方がおられて、12位でごめんね。そうなんだよ。次はね、占いなんだけど、占い行きましょうか。占い、夏の占いカウントダウンなんですけど、この占いは、明日の運勢を占う占いです。占う占いなんですが、今回も私小夏が占っていこうと思います。1位と12位だけの運勢を占っているんですけど、まあ間の2位から11位の方は平凡な日々ということで、1位と12位だけ占いますね。それじゃあいきます。今即興でだいたい考えるので待ってね。1位の人は、1位はね、待って考え中です。1位はでるる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 るピン、獅子座です。獅子座ってあるっけ。獅子座、あ、獅子座のあなたは明日獅子鍋、獅子汁、獅子シチューが予期せぬきっかけで食べられるかもしれません。そんなことがあるだろうか。もしかしたらね、食べるかもしれんけんね。はい、ということで、次12位の発表に参ろうと思うでござる。12位はね、そうだな、なんか最下位決めるときって申し訳なくなるけどね。12位は、お羊座、お羊座の方です。ごめんなさい、お羊座の人たちごめんね。お羊座の人は、何にしようかな。明日洋服に穴が開いていることを発見します。今斜め上見て洋服があったけん、そんな風に思いました。でもね、穴は開いてないよ。ラッキーアイテムはね、お羊座の人のラッキーアイテムはウールの服です。ウールの服を着たら穴が開かないでしょう。ということで、こんな感じで、占いは終わりますね。明日も元気に頑張りましょう。ちょっとなんとかテレビ風に言ってみました。はい、っていうことで、今回の小夏のおやすみラジオ、第2回目の放送だったんですけど、このあたりで終わろうかなと思います。ちょっと早いかな、ちょっとだけ話そうかな、フリートークな感じで。そうだな、最近ね、カメラの調子が悪いって言ってたんだけど、原因があんまりわかんないんだよね。メモリーの関係なのかな。今このラジオを撮っている途中で、
切れてまた実は撮り直しをしてるんですけどね、間でもう一回再開してるんだよこれ。なんでだろうね。しかも私最近なんか煙が見えるようになって、パソコンと私の真ん中にボワーって白い煙がボワーって出るのをよく見るんだよね。とか指先からね白い煙が出たりとか。それお母さんに言ったらもうそろそろオーラが見えるようになるって言ってました。なんかちょっと楽しみなんだけど見えるようになるのかな。すごいね。そうそう、まあそんなこともあるよね、生きてたらね。なんか不思議体験とかも話していこうかな。私結構いろいろあるので、これから夏だしね、ちょっとこう怖いな怖いなみたいな感じで話していこうかな。夏の風物詩な感じでね。うん、ということで、ちょっとだけしか話してないけど、この夏のお休みラジオ終わろうと思いますので、最後まで聞いてくださった方、だんだんです。寝てしまった方もそれで良い。今寝てるんだよね。寝てるんだよね。うん。あと運転中の方だったりとか、頑張ってください。お仕事されてる方もね、今ねいると思うからね。私は今から寝るだけだけど、これからの人もいるから、夜勤とかね、ファイトです。はい、ということで、次回もいろんなコーナー盛りだくさんでやっていこうと思う件よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると、この夏は今夜もいい夢見れそうです。よろしくお願いします。ということで、第3回も不定期ですけど、お楽しみにしててください。ではでは、おやすみー。おやすみー。